ミルテの花作品395は、ヨハン・シュトラウス2世が作曲した合唱用のウィンナーワルツ。歌詞は、作家、アウグスト・ゾイフェルトによる、しばしば修作の一つとして挙げられる作品である。ミルテ。花が結婚式などの飾りによく使われ、祝いの木とも呼ばれる植物であり、婚礼に関する作品の題名にしばしば用いられている。 ルドルフ皇太子とステファニー皇太子1870年代以降、ヨハン二世はオペレッタの作曲家として精力的に活動しており、独立したワルツ作品はほとんど作曲していなかった。この曲は、その時期にヨハン二世がオペレッタなどとは関係なしに作曲した数少ない作品の一つである。オーストリア皇太子ルドルフとベルギー王女ステファニーの結婚式を祝う作品。 シュトラウス2世は、ウィーンの地方行政局からの依頼によって、祝賀祭事のためのワルツを作曲し始めたが、大規模な祭事が取りやめになったため、ウィーン男性が師匠協会からの依頼に切り替えた。新曲は、ミルテの花束という題名で予告されていたが、ミルテの花と改められた。初演は1881年5月6日に、ウィーン楽友協会にて行われた。一般向けには、 5月8日に、プラーター公演において催された、国民祭において演奏された。シュトラウス2世自身の指揮の下で、ヘッセン大公ルートビヒ4世の不評連帯が伴奏し、ウィーン男性合唱協会が合唱した。一般向け演奏では報酬ムードには来立つ2万人もの、聴衆が集まったとされ、皇太子夫妻と皇帝フランツヨーゼフ1世は、大群衆に道を遮られて、 演奏会場たる、プラーター公園までたどり着くことができなかった。そのため、弟、エデュアルト・シュトラウス一世が火を改めて、ミルテの花のオーケストラ版と、ベールとカンを、夫妻の前で披露したという。1889年1月30日に、ルドルフ皇太子が、マイヤーリンク事件で、謎の上司を遂げた後、このワルツ自体は全く演奏されなくなった。しかし、 ヨハン2世の死後に完成されたオペレッタ、ウィーン機室の中で、白爵夫人登場の音楽の第二主題のメロディーとして使われており、このミルテの花のメロディーは現在もウィーンから失われることなく生き続けている。助走、四つの昭和ルツ、構想からなる。第一ワルツ楽譜は一時的に使用不能です。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は次の1回のみである。 ありがとうございます。